むかしむかしの物語。むかしむかしの物語、今回お届けするのは、はい、北風と太陽というお話です。これは有名な、そうです ね、知ってらっしゃる方も大勢いるかと思いますが、はい、はい、今回このね、我々の番組でもお届けすることになりました。なりましたね、はい、じっくりと改めて。そうですね、はい、あの有名な話であればあるほど、あの大体知ってるけど、うん、あのちゃんとは聞いたことがないっていうこともあるかもしれませんからね、はい、はい、ということでじっくり聞いていただきまして、物語が終わった後またお会いしましょう。昔々の物語第39話、北風と太陽。昔々、北風が太陽に自慢げにこう話しかけました。おい太陽、俺はどんなものでも簡単に吹き飛ばすことができるぜ。つまりこの世で一番力が強いのは俺ってことだ。文句あるか？いやいや、北風くん。確かに君は力持ちかもしれないが、この世で一番というのは、どうかな？なんだと？よーし、じゃあ太陽、俺とあんたとで力比べをしようじゃないか。おう、いいよ。どうするんだい？ほら、あそこを旅人が歩いているだろ？あの旅人の被っている帽子を先に脱がせた方が勝ちっていうのはどうだ？わかった。じゃあ僕から行くよ。それ。太陽はさんさんと旅人の頭上を照らしました。旅人は額と鼻の頭に汗をいっぱいかいてこうつぶやきました。ああ。なんと強い日差しだ。帽子がないとのぼせやがって倒れてしまう。そう言って旅人はますます深く帽子をかぶり直しました。おやおや、これは失敗。へへん、次は俺の番だ。見てろよ。ピュー、風はこれでもかとばかりに力いっぱい旅人に吹きつけました。なんだ、急に風が吹いてきたぞ。あ、帽子が。そうです、突然の風に旅人が思わず身をすくめた瞬間、頭に乗っていた帽子はいとも簡単に吹き飛ばされてしまったのです。やったぜ、俺の勝ち。どんなもんだい。いやー、すごいね、北風くん。参ったよ。へへん、これで俺がこの世で一番の力持ちってことに。ああ、それはどうだろう。あ？なんだよ太陽、文句があんのか？だってあの旅人が身につけているもので、帽子は一番軽いものじゃないか。な？もっと重いものを脱がせなきゃ力持ちとは言えないんじゃないかな。重いものってなんだよ。例えばあの上着はふかふかで生地も分厚いから帽子よりは重いだろうね。ちゅ、なあ、わかったわかったよ。あの上着を脱がせたらいいんだな。そしたら俺がこの世で一番の力持ちだって認めるんだな。ああ、脱がせることができたらね。よーし、見てろよ。あんな浮気くらいあっという間に吹き飛ばしてやるからな。ピュー！北風はより一層の力を込めて強く激しく旅人に吹きつけました。うわ、また風が吹いてきた。なんと冷たい風だ。寒い寒い。
あまりの風の強さと寒さに震え上がった旅人は、上着をしっかりと押さえて、吹き飛ばされないように体を固くしました。ピューくそーピューピューダメだ。おやおや。もうおしまいかい？では僕の番だね。それ。太陽は旅人を包み込むようにじんわりと輝きを増していきました。あ、風が止んで日差しが戻ってきた。いやー、生き返るようだ。旅人はほっと息をついて歩き始めました。太陽はそのまま旅人を追って暖かい光を注ぎ続けました。すると、暖かいを通り越して、なんだか暑くなってきたな。旅人は道端の木陰に立ち寄ると、上着を脱いで汗を拭きました。その様子を見ていた北風は、残念そうに太陽にこう言いました。俺の負けだ！悔しいけど、太陽、あんたが一番の力持ちだよ。いやいや、うまくいく時もあれば、うまくいかない時もあるってことだよ。どちらが力持ちかなんて、どうだっていいじゃないか。仲良くしようよ、北風くん。おう。そうだな。これからもよろしくな、太陽さん。ああ、よろしく。こうして、北風と太陽は仲良くなったので、もう力比べはしなくなりました。力というものは、どちらが強いかではなく、どこでどう使えば役に立つかが大切です。競い合うばかりではなく、お互いに認め合うことも忘れないようにしましょうね。さあ、はい、お聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。北風と太陽、はい、いやなんかトンチ合戦の様相を呈しておりましたね。ね、面白いですね、うん、そしてこれ久しぶりの、日本のものじゃないお話、イソップなんですよね。ああ、そうですか。ですよね。はい。はい。帽子をかぶっている、そして街灯を着ている人っていうの、うん、ところが、なんか、日本じゃないですよね。ミソですね。ミノカサですからね。ミノカサね。ミノカサだったらどうなるんでしょう。はい、はい。どうですか、性格的に、はい、太陽性格ですか、北風性格ですか。ゴーイングに行きますか、それともこう前割りから。どうなんでしょうね。なんかね。僕は、じゃあ、雨の性格で。雨？出てきてないけど。いや、だって、俺の方が力持ちなんだいって勝負挑まないですもん、最初に。挑まないですね。確かにね。で、自分にそんな、こう、力技でいけるほど体力がないことも分かっているので。体力ないのか、それ。だから、北風ではありえない。うん。かといって太陽でもない。かといって太陽のように、こう、優しく包み込んであげるような懐の深さもない。あ、そうなんですね、うん、勉強になります。なのでもう容赦なく降りつける雨みたいな。出てきてないけどね。出てきてないけど、雨もいます。やっぱりそうすると、はい、身の傘必要になってくるんですね。そうですね、はい。ということで皆様もぜひ感想をお聞かせください。お話のリクエストも受けたまわっております。はい、お待ちしております。では次回をお楽しみに。語り部は氷上京子と石田明でした。